中堅出てくるのは光る白面ですね。ゆるさんと、まあ、最近あの03のバレットに団員を12段まで叩き落とされるという悲しみを背負ってしまったこの白面ですが、いや1週間前の大会で芹沢さんに登壇戦見事勝利して14段に輝いたのは今は昔、今は団員が2段落ちて12段と、さあこの組み合わせ、一応ヒカルさん勝ってるんでね、ヒカルさんじゃねえ、高井博さんがこのカードでしっかり勝利を収めて、マジかよ、どういうこと、アイト投げて、これは本物できない、うめえ、なんだよそれ、ジャックレイでふわっとさせたからの、マジかよ、なんだこれ、ブリックセーバー引きこもってゲージを回収していく、ホタル雪風当たっての方向、さあゲージを全て吐き出してしまって、こうなるとヒカルさんが考えてることが、一つアギトが打ちたい、とっても打ちたい、本当だったら今すぐにでもアギト打ちたいところでしょうが、我慢してアギトをアギトゲージ当たる、これは4水神兵お得意のパターン、アギト、あ、これも勝ちたいからアギトしか打ちませんよ、これほらほら、あ、1本溜まりました、打ちますよ、ほらもうじき1本溜まりますね、打ちますよ、取ったらアギトです、投げる、さあここはアギトと見せかけたグレンというよくわからない呼び合いを制したヒカルファケメンが一本取って当てみ、これはしっかり欲しくいただく、アギト、あー打ちたい、これはダウンブレイク、わざとっぽいな、どうなんだろう、さあ直は直はで確実にユニブレイクというかガードポジションを減らしていく、なんだそれは、こっからねガードの角からまさに瞬間調なんで、こうやって我慢してブレイクを食べて、そこから一気にぶっ込んでいくと、レイアークモードにして、まあゲージが潤沢にあるんでね、これはイザイオイザーも何か当たれば結構いいコンボが狙えるんじゃないですか、シュワーッてきて、ガニエガーゲをしっかり距離離しているが、ロングウェイが完成切ってしまって、ゴールデンザイオイザーがバースをつかせる展開、何が起きてんだこれ、よくわかんねえ、ゲンシーは刺さらず、逆にイザイオイザーさん、さあしかしこうなるとめんどくさい読み合い、投げはしっかり抜けてアギトが打ちたい、さすがにこれはいくらガードの方がいくからかということもなんだろうな、さばききるのは厳しいか、このホーバーを絡めた中段、さあちょっとヒヤッとしましたね、さあゲージがあるのはハクメカムショー、どうする当たらない、つばき DA でフィニッシュ、高広いザイは惜しかった、惜しい惜しい。